今まであるようでなかった、まあ、東北のを回る支援バスツアーですと、ボランティアツアーでもないですし、観光ツアーでもないんですよと。で、なんでこれを出したかというと、これまで東北に行くというと、まあ、ボランティアぐらいしかあんまり関わり方がなかったのかなと。で、特にあの観光では行くんですけれども、例えば被災地の本当に何でしょうね、復興を今しているところにお金を落とすとか、なんか経済効果があるには、やっぱそこに行かないとお金が落ちていかないので、その東北に来るきっかけで、復興支援のきっかけ、まあ、人に会う、東北の人に会うきっかけですね、それがあってきっかけバスという形にしています。そもそもあの東北来るの初めてだったので、いいと思いますね。そのなんか1箇所じゃなくてもう3県全部回るって、こんな企画ないと思うんで、まあ、これをきっかけにして、また誰かがきっかけにあの来てもらえたらいいなというふうに思いますね。やっぱり違いますよね、地域によって状況が。本当にこれから頑張らないとなって、一緒に心をつなげていかないとなっていう、思いますね。せめてそれぐらいだけ今思ってます、はい。ね、テレビでこう点と点で見ていた各南三陸とか陸前高田っていうのがこうわーっと流れで見て、すごく立体的に地理的にも見えましたし、直接お話も聞けて、本当にこうなってるんだなっていうのを感じることができたので、本当にでもおすすめです。来てよかったです。そうですね、やっぱ瓦礫がやっぱなかなか映んないんで、実際見てみるとやっぱあちこちあるじゃないですか。あれをまあどうするのかっていうところが今後の課題になると思うんで、そこら辺はまあ腹で感じたというか、今回のまあこれで一番感じたことですね。やはりその自分の目でですね、あの見ていただいて、その上でこうどうするのかってところをまあ考えたりした方がいいのかなというふうに思います。じゃあこの先もまた楽しい旅を。はい、ありがとうございます。はい、失礼します。